クーヤンの今これを買え特別編、ファウンデーションズ先行リリース期間にはこれを買え。はいどうも、ビッグマジックのドラ太郎です。5年使える新形態ファウンデーションズのリストが公開。発売日は11月15日なのですが、先行リリースが復活したため実質的に今週が発売日ってことで、恒例の新発売商品のこれを買えをやっていきますよ。最新弾ファウンデーションズからこちらの4枚をご紹介していきます。それでは早速行ってみましょう。血に飢えた征服者。今回のセットは約5年間もの間スタンダードで使用できるということで、全体的なカードパワーは抑えられている印象があります。しかしそういったセットは一部のカードが使われた時に需要が一気に集中して通常のセットの神話レアよりも高くなってしまうみたいな現象があるので、神話レアは全体的に要注意だと思います。そんな中でこちらのカードはスタンダードで英語の不屈とセットで使われそうな1枚ですね。他にもいろんなカードとシナジーのありそうな能力なので、気になる人は早めに集めておいた方がいいかも。力戦の斧。ついに出たエンチャント以外の力戦シリーズ。どこまでなら許されるのか試しているような気さえしますね。もちろん通常で使っても強そうですが、金属術を早い段階で達成したりと本来の意図とは違う使い方をされてもおかしくなさそうなので、期待を込めてご紹介。とりあえず集めておきましょう。初祖がアラーボ。全人類待望の猫デッキの新たなロードですね。猫というクリーチャータイプ、前まではファンカード寄りが多かったのですが、最近はオセロットの群れ、ナカティルの最下層民アジャリのようにトーナメントで1000級のカードも増えてきて、明らかに優遇されていますね。今後も強力な猫が出てくると思いますし、猫デッキが出てきたらこのカードも活躍するかも。早いうちに4枚集めておきましょう。今日のおまけは追加のこれ買え。最後にもう1枚ご紹介。ファウンデーションズのおすすめカードはこれだ。忘れ去られし伝承のスフィンクス。サイズは心もとないが、殴るだけで何度も瞬生の魔導士のように墓地のインスタント化ソーサリーにフラッシュバックをつけることができるという強力な能力を持ったクリーチャーですね。使ってみないと3つですが、1回マウントを取り出すとそのまま勝ってしまいそうなので、デッキができれば4枚採用されることもあるのではないでしょうか。まだ予約段階では安いのでチャンスか。今回の一押しはこれだ。本日紹介したのはこちらのカードです。往年のカードの再録から新環境の基準になりそうな新カードまで、かなりバラエティ豊かな内容になっているファウンデーションズ。サイクルが早まっている現代 MTG において5年使えるというのも面白いです。結果的にカードプールがとても広いタイミングが発生するので、今後どうなっていくか楽しみです。今日の動画はいかがでしたでしょうか。この動画が参考になったよという方はぜひチャンネル登録高評価をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。さあ行こうぜ夢の世界へ、君に魔法をかけてあげる。流行る気持ち高鳴る鼓動を探しに行こう。僕らの宝欲しいカードが見つかる。カードのお店ビッグマジック。ビッグマジック。